る頑張ってる。参加者の人が作ってくれる。あ、なるほどね。てるね。あ、うつら眉。これ自分で作った？これは作っていただきました。あ、なるほどね。じゃあなしで。画面もサムネもちょっと鬼可愛くて。そう、画角が可愛いって褒めてもらったんだよね。え、ちょっと私サムネ下手すぎ。配信者でちょっと有名になりつつあるからちょっとさ。え、そう、私なんかコラボする前にもこちゃんのチャンネルバーって見に行ったんだよね。オンリーアップとかしてんだみたいな、なんか結構流行りのゲームは抑えてんだなみたいな。その時に別にサムネ下手だなみたいな思わなかったけどな。私結構みんなにバカにされてるけどね。もこちゃんサムネ下手だよねつって。まあただデフォルトフォントが多い。いや、パンダベーカリーって言います、最近は。パンダベーカリーはマミヤに買えって言われてパンダベーカリーを買って、パンダベーカリー使ってます。まあ確かに、ちょっと、でも、あの、1ヶ月前に配信済みの魂の一撃のサムネイルやばいね。これ。これやばいわ。パワーポイントみたいなサムネイルはなかなか見ない。やめろって、本当に。これだって、1分ぐらいで作ったでしょ、このサムネイル絶対。おいおいおい、悩んだ隙が見えないもんだって。これか、魂の一撃は。これマジ1分2分ぐらいで作ったサムネイルだね。待って、頑張った？いや頑張ってない、これ頑張ってないよ。みんなの可愛い顔を撮ってきた。いや頑張ってない、これ頑張ってない。え、じゃあ頑張ったサムネは？頑張ったサムネイルは、あ、まあ、でも努力が認められるのは、この2ヶ月前の C級リーグ体育会に出ていた方々にお誘いしてもらったぞ配信。これはね、あの、シンプルなんだけど、そのジャンタマのロゴを置いて、先のモコみたいな文字を入れて、シンプルなんだけど、このサムネイル頑張ってる。自分だけ白抜きの背景をちゃんと入れて、さきのモコっていう文字にもうグラデーションを入れて、かつ文字に縁をつけて、影までつけてるから、これは頑張ってる。参加者の人が作ってくれる。あ、なるほどね。はい。じゃあ頑張った日ないわ。おいおい、やめろって。頑張ってね。あ、でも、このヒカとのコラボ、3ヶ月前のこの花より麻雀杯の練習配信。あ、このサムネイル頑張ってます。これ作りました。うん、これ頑張ってるサムネイル。これは文字にグラデーションをつけ、かつ白縁黒縁をつけ、影をつけみたいな。これ頑張ってる。はい、これ作りました。1個前の配信の花チーム顔合わせもちょっと頑張ってる。まあ、ちょっとその文字のその色合いのダサさとかは一旦置いといて。気持ちはね、気持ちはあるよね。気持ちは頑張ってる。桃太郎電鉄のサムネイルやばいな、これ。この一体やばい。この11配信、これまずいな、これ。これサボったね。やめて、ちょっとサムネチェック入るの恥ずかしい。てるね。あ、うつろ眉。これうつろ眉のサムネ自分で作った？ 4 ヶ月前和風ホラゲうつろ眉。あ、これは作っていただきました。あ、なるほどね。じゃあなしで。あ、うまいと思ったんだ。うん、いやこれ頑張ってるなと思ったけど、そうなしで。これはいろんな方が見てくださいましたね、うん、おかげさまで。うん、で多分このロゴとか基本的に自分で作ってないから、まあこのさっきのこのミッドナイト初心者ミッドナイト、これも多分自分でサムネ作ってないから、これはまた違うだろうな。はい、すいません。もうわかるもんね、何を自分で作った。あ、でもこれいいじゃん、ミッドナイトケイリン。これいいじゃん。これあのダサいけど、はい、努力は認める。まあ確かに言われたら、あのゆげさま、あのそろそろ言うよ。ゆげさま、あのゆげさま、そろそろあのえそろそろあのサムネチェック。もうほんとね、いろんな人にサムネは。でもさ、ちょっと待って、もこちゃん今さ4周年のサムネダサいなと思ったけどさ、もうすぐ5周年なんじゃない？これ4周年のサムネが7月ってことは。いや、そうなんです。7月の中に5周年来るんですが、どうしようかと思ってます正直。これ5周年のサムネイル頑張っちゃう説あるんじゃない？え、これ4周年のサムネは相当イラストに助けられてる感あるよ。可愛いでしょ、イラスト。うん、こイラストバカ可愛い。あのイラストマジですげー人が描いてくれてて、うん、何このフォント。やめてそれ私が言うのだから、やめて。え、これ何ゴシックフォント、これ何このフォントは。え、ゆげさま、次地域リーグってやつあるんですけど
え、トップ取ったらサムネ相談乗ってくれます？5周年の新規リングでトップ取んなくても、これは要相談サムネイルだけどね。4周年のこのサムネイルは本当本当本当これで来てくれてたんだみんな、うん、ありがとう。あの、ゆげ様そろそろよろしい。ゆげ様やっぱグラデーションつけた方がいいんですかね、基本的に。ゆげ様、え、でもこれはなんか、うん、かわいい、うん、かわいいと思ってないよね今。ちゃんよくよく見たらこいつサムネ下手だなって思った人の顔してるよ今ね。言っとくけど、だってもう聞いて、私のサムネ見出してから一回も目合ってない、ゆげちゃんと。もう一度も。私だからね、あのゆげちゃんがね、なんかこのサムネイルで待機所作るよってくれたじゃん。うんうんうん、この子めっちゃサムネうまいやんって速攻思ってサムネ可愛いって言ったんだよね。そもそもこのただの雑談でさ、雑談みたいな本当なんか揺らすというかずらすみたいな技術使わないからね、普通の人は。これも別に最初からしてたわけじゃないから、やっぱちょっと、え、ま、え、ガチでか、これ団結になるぞ。もうマジでガチで可愛いし、お勉強してみたいな感じだから。え、でもこれ皆さん本当にゆげちゃんのすごいとこ言っていいですか。あの、同じ配信するときに自分の顔ちょっと変えてるこれすごい、これここまでの気力がある人なかなかいないですね。もう私は同じ顔で行ったれってなりますので、サムネに変化を持たせるっていう、これをやってますね。そうだね、これやんないんだよな、うん、私は本当に。今何度もね、自撮りすんのも結構面倒ちんだよね。わかんない、全然私それでも全然いい派なんだけど。どうする、5周年のサムネ。もうすぐ来ちゃうよ。いや、私が、よかった、私が作るわ、じゃん。え、本当に、うん、自分の能力が長けてると思ってないけど、4周年のサムネイルよりいいものは出せるわ。本当、うん、え、作ってくれた、5周年、うん、マジ、うん、素材くれや。それこそこの4周年のさ、サムネイルってもうイラストに全振りじゃん。で、このイラストバカ可愛いじゃん。バカ可愛いイラストを、そう、あと文字入れてほしいみたいな。いいんですか、うん、作るわ。マジ、やったー、うん、え、何してあげたらいいじゃん、私代わりに。いや、もう素材だけくれたら。じゃあ、ゆげちゃんのサムネ作ろうか、うん、大丈夫、うん、それ大丈夫、いいです、うん、それは絶対いいです。ありがとう、気持ちが嬉しい、うん、ありがとう。ねえ、待って、あの、画像の素材送ってくの早くない？ガチでサムネイル作ってほしい人の速度なんだけどだって忘れちゃうじゃん、忘れちゃうじゃん。だってもう今送っとかないと忘れちゃうじゃん。めっちゃ通知来てるなと思ったら、どんどん送ってるから、うん、仕事早いから、うん、めっちゃ通知来てるなと思ったら、もこちゃんからイラスト素材めっちゃ届いてた仕事の連絡来たのかと思った、こんな時間こんなにいっぱい通知来て、めっちゃ何が起こってるの